いさい。調子は。会長会長です。そうですね。今日ちょっと寒かったですね。まあここから約1時間ぐらい、こう北の方に内陸部の方に行きますと、まあジュリアンパイとかね。お前ジュリア覚えてるかい、俺たち見てた夢帰ろうぜ、あの街角へ、お前お前お前前前ジュリア違うかまああのジュリアンっていうところがあって、そこの隣に、ね、マウントラグナーっていうのがあるんですけど、まあ今日ニュース見たのでね、また雪が降ってきて、小学校からな、まあハイスクールまで休みだっていうことで、明日ですね、休みって言ってましたね。昨日はねめっちゃ風が強くて、まあね、サンディエゴ近辺に住んでおられる方々、まあ日系人の方とか日本人の方とかね、まあ雪が見たいということであれば、ジュリアンとかね、マウントラグナとかおすすめですね。まあただね、あの、遅延とかね、あの、持ってないと、こう山の中に入れないっていうこともあったりするんですけど、まあ日中ね、行かれると、あの、スレイとかね、持って行かれると、子供たちが喜ぶみたいなやつだと思いますね。マウントラグナとかね、結構ね、スロープがあって、結構、まあ、楽しめるんじゃないかなとかって思いますよね。マウントラグナですね。ラグナマウンテン。まあね、大好き雪大好きみたいな感じなんですけど。まあ今日はね、ああ、美味しい。今日はそうですね。ちょっと寒くて、電動一輪車でぐるっと回って、ちょっとね、あの、お友達のお手伝いみたいなことをちょっとしまして。あとは、そうですね。まあ、車でね、あの、ゆっくりしてたっていうのが、大方時間の過ごし方だったんですけど、そうですね。あと、こう、YouTube ですね。まあ、感動する話っていうのが結構好きで。まあ、たまにね、感動して涙を流したりすることもあるんですけど。まあ、すごいね、いいとかって聞きますね。感動するストーリーとかを聞くと、ね、心がまあ、浄化されるっていうかね。皆さんもね、感動するストーリーっていうのを YouTube で聞かれるといいんじゃないですかね。まあ今日ね、感動したのはあの、まあ、小学校2年生ぐらいで、妹が何歳ぐらいでしたかね。小学校、まあ幼稚園ぐらいでしたかね。で、ご両親亡くなられて、で、おばさんのところにね、こう預けられるんですけど、こう、その、おばさんの実の子供と、まあ、二人ね、お兄ちゃんと妹は、こう、結構やっぱり、ね、差別されて、いろいろなことで差別されていて、で、そのお兄ちゃんは中学校を卒業して、で、働くっていうことを、されるらしいんですけど、されたんですけどね。まあ妹さんを大学に出してあげるっていうことで、お兄ちゃんが一生懸命仕事を頑張って、まあその妹さんもね、大学2人でね、中学校卒業して2人で生活して、中学校卒業してからずっと働いてみたいな形でというストーリーをね、あの、耳にしましたけど、なんかね、感動しますね。親もいない、ご両親もいなくて、で、なおかつね、中学校を卒業して、で、それで仕事に就いて、まあ、いろいろなね、差別とか、いろんなパワハラとかある中でもね、歯を食いしばって頑張って、
で妹をねこう大学まで出してあげるっていうストーリーだったんですけど、あーなんかね本当いろいろご苦労されてる方々がいっぱいいらっしゃるんだなって思いましたね。まあそういう感動するストーリーをね耳にして、あー私もねいろいろ誰かのためになるようにみたいなね、あなたにそういうふうに思いましたっていうことですね。誰かのために何かをこうそういう元気づける何かができたらいいなみたいな感じで励まされましたということで、あしまた野菜またベジタブルピッ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 ポポポポポ。